うさぎぴょっきち童話必死かっぱ。高知の仁淀川はとってもきれいな川です。桂浜で有名な五色の石はこの川が上流から運んできて長い時間波に揉まれてできたきれいという感動で神様からの贈り物の一つです。そんな仁淀川の河口はいい波が来るので県内外からたくさんのサーファーたちが集まります。波音のリズムに合わせて真剣な笑顔を乗せたボードが太平洋の上で波と一緒に盛り上がったり隠れたりしているんです。美穂ちゃんはそんな仁淀川河口のすぐ近くに住んでいるサーファーに憧れている小学4年の女の子です。いつか私もあんなにかっこよく波に乗りたいな。実はそんな夢見る美穂ちゃんに憧れているカッパのオッターが仁淀川には住んでいるんです。あんな可愛い女の子と仲良しになれたらええにゃ。けど僕はカッパやき、人間とは友達になったらいかんがよ。捕まったら水族館に連れて行かれて川に戻れんなるってお母さんに言われちゅうきにゃ。かわいそうなオッターは遠くから美穂ちゃんを眺めているだけでしたが、それでも幸せでした。そろそろ夏休みも終わりそうな天気のいい日、その日も美穂ちゃんはサーファーのお兄ちゃん、お姉ちゃんを眺めていました。オッターも美穂ちゃんを川の中の草陰から人に見つからないようにギリギリ目までを水面から出して眺めていました。するとサーファーのお兄ちゃんが一人美穂ちゃんのところにやってきて、いつもここで見てるね。サーフィン好き？うん。知り合った記念にこれあげる。サーフィンしててここで見つけたんだ。サーファーのお兄ちゃんは美穂ちゃんにプレゼントをしました。ありがとう。けど、どうして私にプレゼントしてくれるか？僕はいつも感心するんだ。え？最初は誰かの知り合いかと思っていたけど、いつも一人だから気がついたんだ。サーフィンが大好きなんだろう？そう。もっと大きくなったら、お兄ちゃんたちみたいなサーファーになりたいが。僕もそろそろ町に帰らないといけなくて、どうしても君にプレゼントしたいと思ったんだ。君は将来すごいサーファーになると思うよ。え？なんで？大好きっていう気持ちがあるからさ。それはとっても大切なことなんだ。ふーん。みおちゃんはお兄ちゃんからもらったハートの形の石のペンダントをつけてサーフィンをする約束をしました。ニコニコと手を振りながら向こうに行こうとしているお兄ちゃんが手に持っているサーフボードにはひらがなでトンと書いてありました。ん？トンのお兄ちゃん？その様子をずっと見ていたオッターは、あんな石やったらいっぱいあるに。よっしゃー。サーファーのお兄ちゃんに負けたくないと思ったオッターはハートの形の石を川中泳ぎ回って探し始めました。自分の探した石を美穂ちゃんに気に入ってもらおうと必死で探しました。すぐに見つかると思っていましたが、綺麗なハートの形の石はなかなか見つかりませんでした。でもそこはさすがカッパ。仁淀川の最上流の面子渓谷まで行って探しました。オッターはたくましく育ったアユたちが上流から下ってくるのを横目で見ながら、キラキラ光る透き通った水の中を行ったり来たりしてたくさんのハートの石を見つけ出しました。緑、ピンク、茶色、しましま、大きいの、
小さいの、中くらいの。たくさんのハートの石が、みほちゃんがよく歩くところにだんだん集まりました。ある日、みほちゃんがサーフィンを見ようといつもの仁淀川の河原を歩いていた時です。慣れているはずの河原なのに、石につまずいて転んでしまいました。あ、そして、トンのお兄ちゃんからもらった大切なハートの石がペンダントから外れて落ちてしまったんです。みほちゃんは石を探そうと河原を見てびっくり。うわあ、何これ。河原にはたくさんのハートの石が散らばっていました。オッターはそれをいつものとこから見ていました。チャンス！僕の石を選んで、神様、お願い！みほちゃんは生まれて初めての光景にびっくりしました。すごい！こんなにいっぱいの綺麗なハートの石、見たことない！感動や！でも、大切なものは…あった！これこれ！トンのお兄ちゃんからもらった石をやっと探し出しました。オッターは手をぎゅっと握りしめてそれを見守っていました。が、なんで？僕が見つけた方がもっと綺麗でいい石やのに、あんなに必死で探したのに。オッターは握りしめていた手からふわーっと力が抜けました。オッターはとても悔しがりました。なんであの子は僕の石を選ばんかったかやろう。納得できないオッターは何日も考えました。誰も教えてくれないので考えました。どうしても知りたくて考えました。トイレの中でも、お風呂の中でも、夢の中でも、考えました。そしてある日、ついに雷が落ちたようにひらめきました。あ、そうか。やっとオッターは気がつきました。みほちゃんがハートの石だけを大切にしていたのではないことを。もっと大切にしていたものとは？一体何だったんでしょう。気づいたオッターはその日から大人カッパになりました。感動がいっぱいの仁淀川でハートの石がいっぱいあるところがあれば、それはカッパがあなたと仲良くなりたくって一生懸命集めたのかもしれませんよ。必死カッパにね。おしまい。